はい、資料化チャンネルでございます。ですね、昨日ですね、一応ね、商品の方、レビューさせてもらった分でですね、こちらね、ウォーターディッシュなんですけども、このものは買ったんですけど、肝心からメールをですね、ペットボトルをですね、買うのを忘れていまして、設置することできなかったので、今日ですね、ペットボトルね、一応買ってきました。それでね、もう早速ですね、今日取り付けしたいと思いますのでね、じゃあ、ちょっとね、取り付けの模様ですのはね、模様をちょっとそのままね、動画にしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ちなみにちょっとね、飲むかどうかわかんないんでね、これ水ですんでね、もしね、飲むようでしたらね、ちゃんと動画撮りますけど、飲めなかったらもう、ね、そのまま一応設置したということで、この水の量とかね、見ていただいたらわかるかと思いますので、はい、よろしくお願いします。ではですね、こんな感じでね、セッティングしました。ですね、全部ね、分解して、パチッとはめればね、誰でもできます。次にですね、お皿をですね、この下の方にね、差し込みたいと思いますのでね、差し込んでみましょう。はい、もうこれでね、完成です。あとはですね、ペットボトルにですね、こちらの部品ですね。はい、こちらの部品をペットボトルね、これも用意しました。水用意してますんでね、これ取り付けて、あとね、カチャッと上にさせばね、完成しますんでね。はい、ペットボトルにですね、設置完了しました。ちなみにこのペットボトルなんですけども、結構強めのペットボトルね、用意しましたので、はい、あとこれをですね、カチャッともう設置すれば完了ですんで、はい、ちょっとね、もう設置します。ちょっと設置すれば水が出てきます。とっ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 と、こんな感じでね、水が出ます。はい、溢れないでくださいねって感じで止まりました。ある程度の量が来たらね、これ止まるみたいですね。それでね、水が減ったらまたこう出てくるようなね、システムになっているんですね。これね、自動供給になっております。はい、こんな感じでね、設置しましたので、ね、あとはですね、一応ね、こちらにも水は用意してます。なんかね、まだ初めてですしね、ちょっとね、慣れないかもしれないのでね、一応ちょっと両方置いて、ちょっと様子見たいと思いますのでね。はい、ということでですね、こちらね、キャットウォーターのね、キャットウォーターですよ、なんだったかな、ウォーターディッシュ。はい、こんな感じでね、設置しましたので、はい、動画でお送りしました。はい、ありがとうございます。チャンネル登録の方ですね、またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。